キュンキュンラジオ。後楽園ホール大会スペシャルです、はい、今回は夢がテーマですね、はい、はい、高道徳選手の登場です、よろしくお願いします。はい、そして舞香選手、よろしくお願いします。そして田村隼人選手、よろしくお願いします。田村さん、大きいっすねからね、胸板が強いっすはい、ということで、本日はですね、この後楽園ホール大会の第2弾ですね、要するにジャストタップアウトの旗揚げから2戦目という形になります、はい、今回は夢が、ね、テーマになりますね、はい、どうでしょう、あの前回、ね、前回の大会、旗揚げ戦どうでしたか。まあ、うん、そうですね、うんうん、まあ、旗揚げ戦らしくやれた部分もあればダメだった部分もあって、うん、まあまあギリギリなんとかなったかなっていう、はい、ギリギリなんとかなった、はい、合格とは言い切れませんけどね、あ、まあでも第一歩としては、まあはい、まあまあだったんかなって、はい、まあまあ、お客さんはどうですか。観客動員は660人ぐらいだったんですけど、うん、はいはい、実際ね、途中まで2、300枚しか売れてなかったんで、うん、まあ、それで半分が無名の選手、はい、でデビュー戦の人間の大会だったんで、ね、はいはい、まあ、どこまでいけるかと思ったんですけど、うん、まあまあまあ数字は出たのかなと、はいはい、そこを下回らないようにしないとなと思う。 ね、あくまでも後楽園中心で進んでいく団体なんです、はい、すごいですよね、後楽園中心でっていうのはね、はいはい、ちなみにあの前回の、まあ、反省点というか、はい、ここをこういうふうにするともっといいかいいかなってところありますか、まあ、選手も含めて。うん、そうですね、うんうん、まあ言い出したらキリがないんですけど、はい、まあとにかく爆発踏むしかないのかなと思いましたね、うんうんうん、選手、そうですね、うん、はい、まあでもデビュー戦が多かったですもんね。そうですね、デビューが 4,5 人いたんですよね。ですよね、まあ、デビュー以外の人間でもあのデビュー2戦目だったりだったん で、ね、まあそれにしてはまあまあまあできたのかなと、うんうん、はい、準備期間もそんななかった中で、そういう意味では、はい、デビューしてから間もない選手、デビュー戦の選手と、はい、それって他の団体にはないことですもんね。そうです、なかなか、うん、ないですよね、これ他の団体と差別がつきますよね、はい、うん、はい、そうしていかないと生き残れないと思うんでね、はい、はい、そしてもういきますよ、もう、はい、いきますよ、今回のね、後楽園ホール大会、はい、9月24日火曜日ですね、はい、会場が17時30分、開始が18時30分ということで行われるんですが、はい、さあ、今回は夢というのがテーマなんですけれども、はい、どういうその大会になりそうでしょうか。まあ文字通り夢ですよね、うんうんうん、やっぱりあのプロレスラーになるのは夢だったと同時に、はい、プロレスラーになってやりたい相手が、うん、夢の相手がいると思うんですよね、うんうん、みんな。そんな中で、まあ、何人かにそれを聞いて、うん、あ、これは面白そうだな、これはやってみたいな、これ実現できるかなってものを、まあ、自分は交渉して、はい、まあ、あの今回実現したのが4つのカードだったんですけど、はい、その4つ以外も、まあ、はい、あの各自夢はあったんですけど、はい、まだちょっと時期が早いなだったり、なるほど、ちょっとうまくいかなかったりとか、はっきりしなかったりとかで、はいはい、あの全員の夢ってわけじゃないんですけど、まあ、4選手の夢のカードが揃ったのかなと、まあ、あの直前でちょっとハプニングもあったんですけどね、ですね、はい、うん、そしたらカードを紹介していきますか。そうですね、夢カードを後にして、うん、夢カード以外でいきますか、うん、ますか、はい、夢から漏れた人たちから漏れた人たち、なんかそれ夢破れたみたいです、はいはい、破れたわけではなく、まだ現時点で夢に到達できなかった人たちのカードですね、はいはい、カード、はい、誰からいきますか。今この一番下からいきますか。いきますか。
女子タッグマッチですね、はい、稲葉友香選手、松本美和子選手 VS、はい、リズム選手、はい、そして雫亜紀選手ですね、はい、この対戦カード、はいはい、夢から破れ漏れ出したまあこれまあ、 女子のタッグマッチなんですけど、前回もまあここに何人か入った6人タッグマッチだったんですけど、はい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 、まあ、この稲葉友香とリズムっていうのはまあ同期で、はい、一緒にやってる仲間ではあるんですけど、はい、まあ、ライバル意識が強く、うん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 、ただ一方稲葉友香はですね、うん、鈴木みのるが大好きで大ファンだったんですね、はいはい、まあ、今でもまあ好きは好きなんですけど、はい、まあ、無謀なことに鈴木みのると戦いたいって言って、まあまあそれ言う分にはいいんですけど、旗揚げ戦でですね、旗揚げ来た人は分かると思うんですけど、まあ自分鈴木みのるボスとシングルやって負けた後、ちょっと睨みに行ってですね、睨み行ったボスがカチンと来たみたいで椅子でボコっちゃったんですよね。まあそういう負けん気の強さというか、無謀というか、バカというか、はい、そういうところがあって、鈴木みのるさんとやりたいですと思って行ってきたんですけど、ちょっと今の状況でやったところでまず1分持たないだろうと、でボス自体も相手にしないだろうという状況なので、だったらもっと名前を挙げてそのボスを振り向かしてみろと、でボスがやってもいいよっていう時が来たらやろうと、うんうん、それまで実践実績積んで、はい、いろんな経験積みなさいということで、ね、今のところ、今回は流れたんですけど、でも彼女的にやっぱりその鈴木みのるに到達するために何をしたらいいのか、はい、うん、でいろいろ友香なりに考えて、うん、その鈴木みのると対戦したことがある女子レスラーを探したわけです。なるほど。その中でこの松本美和子って選手が上がってきて、2回なんか戦ったことらしいですよね、シングルも含めて。でそういうやっぱ鈴木みのる経験者の女子選手と絡むことによって何かを学びたいということで、今回タッグ結成になったんですよ。で一方このリズムはですね、はい、多分このジャストタップアウトの中で一番何もない子なんですよね、はい、何もない子、はい、みんなバックボーンがあるんですよ何かしらの、はい、その中でリズムはバックボーンどころか、うん、まあ、昔から体が弱い、でいろんな病気を持っている、うん、でただの女子高生、うん、本当ただの子なのに、うん、なんとかなりたいっていうレッサーになりたいって意思だけで通い詰めて、まあ、レッサーにギリギリになった人間なんですけど、で自分には何もないで、うん、何かを掴みたいってところで、うん、雫亜紀に目をつけたらしいですよ、うん、まあ、旗揚げ戦でマイカに何度もと何度も何度もいろいろ言い合いしてやり合ってきた雫亜紀を見てて何かを感じたらしくて、うん、で彼女は雫亜紀はアマレスのバックボーンがあって、うん、それを、うん、吸収したいってことで、なんか個人的にトレーニングをしてるみたいなんですけど、はい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 、でアマレスの技術を教わってるっていう情報が入ってるんですけど、鈴木さんから教わってる、はい、だからそれをどこまで活かせるか、うん、まあ現時点でこのジャストタップアウトの中で一番何もない、うん、一番弱いレスラーなんですよ、うん、リズムって自分の中で、まあまずはその一番近い稲葉友香を倒したいっていう目標のもと、はい、そういうトレーニングしてるんで、それが爆発するのかどうか、ね、まあ、その鈴木みのると戦いたいっていう友香が勝つのか、その友香を振り向かしてぶっ倒したいっていうリズムが勝つのか、はい、そこをちょっと個人的に注目したいなと、ね、この間の鈴木みのるさんが稲葉さんをボッコボコにしたの姿は、はい、やっぱり鈴木さんだなと思いましたね。いや、まあ鈴木みのるはやっぱどこを切っても鈴木みのるなんですよね、うん、ですよね、はい、誰が相手でも容赦しない。しないですね。容赦しない。殺気がありましたね。はい。もうなんかドキドキしましたけどね。さすがと思いました。でもやられた稲葉友選手は大変だと思いますけどね。いや、でも、ね、第一歩踏んだのかなっていう、もう戻れないスイッチをしたんで、しました、ね、あとはもういかに振り向かせるかなんで、それに向けてのこの第一歩がこの松本美和子選手の。はい。タッグってことなんでしょうね、うん、はい、前回鈴木選手と戦った前川選手どうでしたか。鈴木選手はそうですね、うん、なんか2ヶ月間もうツイッターから会見から、ね、そうそう練習場から、ね、もう相当すごい喧嘩みたいなものを繰り広げてきましたけど、やっぱでもそうですね、最初はなんだこいつって思ってたんですよねはいはい、はい、けどやっぱりその、うん、この2ヶ月間で、うん、その自己主張私あんまりなんか 、うん、言わなくてもいいかなって思ってたんですけど、うん、あ言ってこういう反応、うん、めちゃくちゃ相手を怒らせたりとか、はいはいはい、で、そんな反応が返ってくるんだっていう、うん、もっともっと自分を表現しよう出していこうっていう気持ちは強くなってしまって、うんうん、なるほど、はい、なんでもうしずくさん戦ってからは、そうですね、やっぱ一歩二歩成長できたかなって思いますね。戦って良かったですね、じゃあね。そうですね、結構大変でしたけどね、うん、いやでもね、それまでがねそうですね、ツイッターとかでね、いろいろやり取りしましたからね、
あ、そう、竹倉さんがいろいろ代わりにやってくれたりもしてましたよね。なんかしてますお前みたいなね。ただもうそれも面白かったですけどね、だからね。なるほど、はい、次行きましょうか。はい、6人タクマッチ、はい、イーグルマスク、はい、そしてこれ G バリオン、ね、はい、選手、そしてエルブレイブ選手ですね、バーサスブラックイーグルマスク選手、ブラックチャンゴ選手、そして同期選手ですね。同期選手来ましたね。はい、6人タクマッチ、これはですね、すごい、よくわかりませんね。同期選手、まあ、この新日プロレスで、ね、同期はまあ自分もまあ付き合い長いんで、うん、同期のことはよく分かってるんですけど、うん、この他の連中がですね、はい、まあ、イーグルマスクはまあ所属選手なんで、はい、まあ、彼はまあ背が低くてマスクマンで、うん、いわゆるルチャ系飛んだり跳ねたりして、はい、なおかつとちびっこのヒーローを目指すような感じなんですけど、まあ、そんな中で、うん、やっぱそのヒーロー的なレスラーをと組みたい、うん、勉強したいということで、はい、この G バリオとエルブレイブっていうのを浮上したんですけども、ほうほう、まあ、そこまではいいとしてです、うんうん、対戦相手、うん、ブラックイーグルマスク、まあ、いわゆるタイガーマスクに対するブラックタイガーみたいなもんなのかなとは思うんですけど、誰さらに言えばこのブラックチャンゴ、誰お前も誰っていうですね、前回前々回かな、うん、エルチャンゴハポネスって謎のマスクマンがいたんですよ。高田市に最初出たのかな。おー、なるほど。で、あれ前回もいたのかな、うん、だけどその、うん、高田市出たチャンゴと、うん、前回出たチャンゴってなんか体型が変わったんですよね。これもしかしたら別人生でもある。で、さらにブラックチャンゴ黒くなった、これね、同一なのか、それともその最初出たやつなのか、2番目のそれともまた別人なのか全くわからない。で、ですね、うん、ツイッターアカウント見つけたんですよ、このブラックな人たちの。ブラックな人たちので、好き放題なんかわけわかんないやり取りわしゃわしゃやってんですよ。盛り上げてくれてるんならそれでいいんですが、大して盛り上がってる感じないんで、ない。で、そこでなぜ同期がここに入ってるのかがまたよくわからない。まあ多分黒い軍団のその色的に色合いで同期なのかなと。同期選手も黒っぽいですよね、はい、黒っぽい。まあいずれにしてこれはまあわかりやすくこのいいもののヒーローズと悪いものみたいな6人タッグなのかなと、うんうん、まあそういう風な感じで飛んだり跳ねたり派手に賑やかにやってもらえたらいいなと思ってますけど、このブラックイーグルとブラックチャンゴとあともう一人なんかブラックなんとかっていうアカウント見つけたんですけど、うんうん、何かだかよくわからないですよ。いろんな人に絡んでは相手されてないやつ。当日何をしでかすのか、どういう人たちが出てくるのかちょっと楽しみですね、はい、みんなマスクマンですもんね。マスクです、ね、そう、全員マスクです、ね、全員マスクです、ね、まあ、こちらもちろんベビーフェイス側はなんとなく分かってるんですけど、バリオンとかも自分は面識あるんで、はいはい、ただこっち側がブラックイーグル、うん、ブラックチャンゴが同期選手はね、同期選手はマスクマンと言えるのか、まあ、一応マスクマンですね。だからまあいい6人タッグマッチをやってくれたらなと、はいはい、この日唯一の6人タッグなんで、ね、でイーグルマスクは本当の意味でこのちびっこのヒーローになれるかなれないかのね、試合になると思うんで、ね、ここからちびっこのヒーローが現れるのかどうか、はい、ね、楽しみでございます、はい、6人タッグマッチ、はい、そして次行きましょうか、はい、田村隼人選手のデビュー戦ですね、はい、シングルマッチ、それがまさに田村道之選手対、はい、そうなんです、ね、田村隼人選手の戦いでございます、はいはい、ね、まずはちょっと田村さんからお話聞きましょうか。いいですか？うん、お任せします。ですか？はい。田村さんどうでしょうか？はい。もうのっけから高さんですよ。そうですね、うん。もうこれは大チャンスですね。大チャンス。はい。ね、やっぱりデビュー戦で、うん、高道の具代表とできるってことはやっぱり、うん、もうそれだけでも注目されますし、うん、まあ、そこで自分がもう、うん、勝っちゃえばもう一気にいけるのかな。一気にいけるのかなと。はい、まあでもそのぐらいの勢いがないとね。そうですね、本当にそうそう、もう本当に自分は勝つ気でいるので。いや、もちろんですよ、はい、もちろんですよ。ねえ、負ける勝負にしにくい人いないですもんね。そうですね、もう自信があるんで。ああ、はい。勝つためのトレーニング。はい、うんうんって聞いてる、はい、うんって聞いてるよ。はい、ということですね。はい。はい、高さんどうでしょうか。いや、いいんじゃないですかね。そもそも、はい、こいつ誰って感じだったんですよ最初。誰？出会いをから話すとですね、突然 LINE が来たんですよ。 LINE が来た、はい。タップアウトでレスラーになりたいんですけど連絡が来て、誰こいつって。ほうほう。
突然来たって突然来た基本今いるメンバーって何かしらで接点ができて、うん、自分があこいついいな入らないって声かけて、はい、まあ、いわばスカウトなんですよね、うんうんうん、そんな中で突然の LINE で結構そういうのいるんですよ。レスラーになりたいんですけど入れてくださいみたいなの来るんですけど、基本もうわけわかんないやつはもう、はいはい、ああじゃあ縁があったらどっかでみたいな感じなんですけど、うんうん、写真が送られてきてですね、ほうほう、ものすごい、まあ、見ての通りの体で、なんでこいつっていう、いやでもねすごいですよね体ね。これなんか体だけだったらこいつすげえなって、うんうん、だから大体体ができてる人間ってプロレスとかやる動きぎこちなくて時間かかるんですよ、でもまあ体あるからちょっと時間かかっててもいいなと思って、うん、じゃあちょっと練習見てみるよってことで練習させたんですよ、はい、そしたらね覚えが早くてマッチョなのに動けるんですよ、うん、でプロレスセンスがいいんじゃないこいつみたいな感じで、これはもしかしたらいけるかもしれないってことで、うん、練習バンバンやってるうちに飲み込みも早くて、これいけるわ、うんうん、でもう本当数ヶ月でもう即決でじゃあもう9月デビューしかないだろうと。お早いでですね、後から知ったんですけど、はあ、経歴がすごいんですよ。経歴がすごい、はい、甲子園球児だったんですけど、野球やってたんですよ。甲子園出たんですか。野球やってました、はい、甲子園出たところか、優勝してるんですよ。そうだから3年の夏ですね、プロ野球行けたのに、もうなんかプロ野球いい、野球いいやってなってプロレスに来ちゃったんですよ、なんか後輩がなんか西武のなんかすごい人なんだろ。そうですね、一緒にやってた。誰ですか。高橋光成っていう、今西武ライオンズで投げてるんですよ。ドラフト1位かな、そういうのと一緒にやったから、だからもしかしたらプロレスに行ってなければ今頃東京ドームで、あ、そうか、コラケホルじゃなくて東京ドームでドームでホームラン打ったかもしれないのになぜかプロレスに転向して、で何をチームやったか、まだ何もわからないうちに入りたいって言ってきて、最初なんだこいつって本当思ったんですよ、はい、でもまあその練習見てて、あ、これいけるんじゃね、うん、と思ったんで、うん、逆にうまくプロデュースすればすごいレスラーだなと思ってですね、でまあ、うん、もうデビューじゃあさせようってなって、はい、じゃあ誰とやらせようかなって考えた時に、まあでもなんか中途半端な若手同士でやるよりはと思って、まあ、直接やってみようかなと思ってですね、はい、ちなみにあれ、まあ、あ、ごめんなさい、ちなみにプロレスは昔から好きだったんですか。プロレスは好きでしたね、うんうん、好きで、まあ小学校中学校ぐらいの時から見てたんですけど、やっぱりずっと野球やってたので、まあ、高校も寮生活で、でまあちょっと夜中 YouTube とかで見るぐらいだったんですけど、でその野球引退したら1回は見てみたいなって思ってて、初めて見に行ったその東京ドームに、東京ドーム1月4日見に行った瞬間、まあ、野球じゃなくてプロレスだなって、そこで気持ちが、あ、そう、もうそこでパチッて切り替わった。そうですね、それまではもう本当この後も野球で生きていこうって思ってたので。スカウトのあれがあったんですか、オファーとか。あ、まあそれはまあちょっと、まあ、言えないいろいろなんですけど。あ、なるほど、はい、まあまあそこからはやっぱプロレスにのめり込んでいけました、ね、はい、でもやっぱすごいですね、行動力というか、 LINE が行くっていうのはすごいですね。電話じゃないですね、もう電話は知らないです、ね、あ、そうか、電話知らないか、電話知らないか、そうですね、ただ、まあ、自分的にはいいもん見つけたと思います、うん、マイカ見つけた時ぐらいに、うんうん、終わったと思います。まあマイカはその後どうなったか分かんないですけど、うん、本当に良かったかどうかはこれから分かりますけど、うんうん、まあハヤトは、うん、これは本当に、うん、偉いもん見つけてしまったかもと。ちなみに田村選手は入門当時からこんな体ですか。はい、いやもう送られてきた写真がこんなんだったんだこれ、ということは入門する前にもうちゃんとこう練習で鍛えていた。あ、もう鍛えてましたね、もうプロレスラーになりたいって思った時から。まあまあ高校の時からも野球やってた時からもやってたんですけども、そこからも本当にプロレスラーになるために、あ、プロレスラーってやっぱみんなすごい体してるから、うん、やっぱそれに見合う体を作らないといけないなって、そうじゃないとプロレスラー目指してるっていうのもちょっとあれだと思ったんで、うん、とにかく鍛えて、とにかくもう準備をしよう、もう本当に準備はしてきましたね、はい、すごい小型化してるプロレス界の中でこういう体ができた大型新人っていうのはね、ですよね、良いことだと思ったので。ジャストタップアウトの、ね、選手の、いや竹倉選手の大きい選手もいますからね、はい、プロレスラーは体ってなんぼだと思うんで、うん、はい、いやなんか楽しみですね、とっても。
さあどこまでっていう私は言っちゃいけないか、でもね、どんな形でね試合をこう展開するのちょっと私はすごく楽しみですけどね。まあでもあの今日々あの実践練習試合形式で練習してて早くもちょいちょい当たるんですけど、うんうん、まあ偉い目に合わされてますけどすごい、まあやっぱ力技がすごいんでタックルとかでもボンボン吹っ飛ばされるんですけど、まあもうすぐだから言いますけど、あのこっちは全く手の内を見せてないんで、なるほど、あのそこで全て見せてしまったらあのやられてしまうので、はいはいはい、はい、あのここでやっぱりね、うん、ここで自分が負けたとしてあんだこんなもんかって思われるのが尺なんでですよね、はい、あの自分もやっぱ27年の意地があるんで、です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 、プロレスはそんな簡単じゃねえんだってのを知れようとは思ってますが、いやいやいや、それを覆すくらいの逸材だったら、うんうん、何か事件が起こるでしょうね。まあそれも含めて楽しみだな、ね、はい、いや私はあのすみませんね、私は高さんに見せちゃっていいですか。はい、いや私はあの、はい、いや高さんは高い壁であってほしいなというのはね、ちょっと思うんですけれども、はい、やっぱそうそう、あのここのメンバーにはまだ簡単に負けるつもりはないですよ、ね、ね、いやでも頑張ってくださいね、はい、ね、頑張ってください、ぜひ頑張ります。はい、ということで次の試合いきましょうか。はい、はい、シングルマッチ、はい、竹倉龍也選手 VS 吉田隆選手の戦いでございます。こちらは、はい、高さん。ですね、まあ龍也が入ってきたというか入る前の話に遡るんですけど、はい、もともと自分が前の団体の営業で東京回ってた時に、はい、池袋の居酒屋にちょっと人に紹介されて、うん、プロレスファン来るよって言って、はい、まあ、ドラゴンゲートファンがよく集うお店だったんですけど、はい、そこで、この龍也に出会ったんです、はいはい、で、あの体じゃないですか、185センチくらいあるんですかね、うん、で、あのいかつい顔でそうそうそう、絶景なこいつって、ね、何やってる人って聞いたら、まあ、いや、普通のサラリーマンですって、うん、これでも前の放送でもいい話しましたけどね、はい、ね、で、うん、いや、お前そんなんじゃプロレス好きなプロレスでやれよってことで、まあ、プロレス屋に引き込んだんですけど、はいはい、まあ、同じくその居酒屋で、うん、よくこの吉田隆選手、はい、まあ、元サイバーコング、ね、サイバーコングよく会ってたらしいんですよ。でやっぱりそのファンの頃から憧れてよく見てた選手で、うん、あの龍也的にはいつか戦いたいって言ってたんですよ、うん、そので旗揚げ戦終わって、うん、まあやっぱりやりたい、どうしてもやりたいってことで、はい、実現させました、ね、まあ、だからこれは龍也の夢カード、ね、夢ですね、夢カード。龍也的にはデビュー3戦目にして夢叶うと、うん、はい、そう、こっから夢カードが始まる。はい、そうですね、夢カード4つですけど、ね、まあそのやっぱり、はい、あの龍也もでかいですけど、うん、この吉田選手もやっぱでかいパワーファイターなんで、うんうんうん、その憧れの選手であり憧れのスタイルでもあるらしいんですよね。なるほど、はい、だからあのレスラーになって超えたいっていう本人の強い要望で組まれました、ね、はい、なんか 前もおっしゃってましたもんね、この放送で。確かね、はい、そう話をしてた感じがしますね。それがもう早くも実現する、ね、実現するというね、はい、まあ、夢カードだ、はい、はい、そして次行きましょうか、はい、シングルマッチ新田選手 VS、はい、T ホーク選手ですね、はい、Tホーク選手いきますか。これはですね、うん、まあ、新田っていうのは、まあ、これはもうあの本人が言ってるんであれですけど、はい、あのドラゴンゲートの練習生だったんですよ。あ、なるほど。その時に直接ちょっとお世話になったのが Tホーク選手らしいですね。まあ、新田自体はドラゴンゲートではデビューできなかったんですけども、うん、まあ、その頃お世話になった選手とやりたいということで、まあ、それでこの Tホーク選手が上がったんですけど、まあ、ただ新田はちょっとあの運動神経とプロセスは抜群なんですけど、線が細いんですよ、はい、線が細い。で一方 Tホーク選手はやっぱ体がしっかりしてるっていうことで、しっかりしてますよね。よっぽどのことないとあっという間にペチャンコにされてしまうんじゃないかなと。ただ新田って結構あの物静かでちょっとよく何考えてるかわからない、うん、こう感情が表に出ない現代っ子なんで。なるほど、現代っ子、現代っ子です。Tホーク選手にボコられてもいいのかなと、で現実の厳しさを知ってもらえたらなと、うんうんうん、思ってますけど、はい、何かやらかす可能性も秘めてるんですよね、新たって。はい、その何かに期待したいなとですね。Tホーク選手もガツガツきますからね、見たいです ね、はい、自分はちゃんと見たことないんで、はい、すごいいい選手だと思いますね、Tホーク選手。じゃあいい経験なんじゃないかな、ね、いい経験ね、はい、そうですね。新た選手も2戦目ですか。新たそうです ね、デビュー戦勝ってんですよ ね、はい、でデビュー2戦目にして、はい、ね、はい、これも楽しみな、ね、カードになりますね。はい、そして行きましょうか。あれ、はい、俺さっきなんかこちらに田村選手座ったような気がするんですけど、なんかいつの間にか入れ替わっちゃいましたね。ちょっとご紹介しましょうか、はい、カノン選手です、よろしくお願いします、はい、お願いします。初登場、そう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 、カノン選手、キャノンじゃないですか、カノン、カノンですね、カノン、カモンでもないですか、カモンです。いや、カノン選手も体大きいですね、胸板が厚くて、
帰ったことじゃないですけどね。ちなみにあの加藤選手もプロレスは好きだったんですか？ずっとプロレスはでも、うん、多分他の人よりは見るのは結構遅かったんですけど、うん、大学の2年生ぐらいの時だったんで、うん、まあ、20歳超えてからです、うん、はい。プロレスになりたいって思ったのはいつ頃ですか？もともと岡田選手と柴田選手の両国の試合を見て、そこであれ倒れた試合だ、はい、柴田さんが、あの柴田さんがそこから欠場入っちゃったんですけど、うん、はいはい、その試合を見てもう、あ、プロレスラーになりたいっていうふうに強く思って、ね、え、はい、この間柴田さんリングに上がってなんかエルボーやってましたよね。熱かったですね。熱かったね。あれはちょっとワクワクしましたね。そう、泣きそうになっちゃいましたね。ねえ、健太選手ね、はい、やってましたよね。あれはまだ熱かったな。はい、ということで、はい、いましょうか。あ、前回加納選手は竹倉龍也選手とデビュー戦にして後楽園名イベント、どうでしたか、あの試合は。始まる前はすごい緊張して、いや、緊張しますよ、心臓バクバクだったんですけど、うん、始まってしまったらもう龍也をもう倒したいという気持ちだけでもうぶつかっていけたかなと思います、うんうん、ね、はい、どうですか、あのご自身 の、 その、まあ、レスリング の、 その出来栄えというか、はい、うん、まあ、それはやっぱり見てる方がやっぱ判断することだと思う。ああ、なるほどなるほど。ご自身では100点満点で何点ぐらいの出来でしたか？いや、もうつけられるほどのものじゃないねえ、はい、これ100点とか言われちゃったらね、大丈夫ですよね。そんなこと言わないですね。高さにぶん殴られちゃうんですよね。うちの中ではね、謙虚な人間なんですよ、マジで、はい、あんまりそういう人間いない中でですね、うん、はい。ちなみにこの体作りはデビュー前か、デビュー前というかそのプロレスのこの団体ジャストアップアウトに入る前から作ったんですか？その、まあ、もちろんそのプロレスラー目指し始めた時に鍛え始めて、うんうんうん、その当時70キロぐらいだったんですけど、そこから体重も増やして20キロぐらい増やしました。あ、今90、今ちょうど90キロ。あ、カノンはですね、うん、よく自分全国のプロレスバーとかでイベントをやってるんですけど、はい、その名古屋でのイベントの時に当時学生だったカノンが来て、うん、自分が見つけて、はいはい、あ、意外と体いいし顔も悪くないなって、うん、プロレスやんないって声かけて、まあ、スカウトですね。なるほど、顔も悪くないなっていうところがいいですね。体もいいし顔も悪くないなみたいなね。これでも顔がブサイクでも体が良ければ声が来たと思うんですよ。やっぱプロレスは体なんですよ、なんか。ああ、そうですよね、はい、顔も良ければなおよし、まあ、なおよし、若ければさらによし、さらによし、はい、ね、ということでシングルマッチですよ、はい、カノン選手 VS 関本大輔選手、うん、どうですか関本選手ですよ、はい、今をときめく。そうですね。これ夢ですか、やっぱり。そうですね、うん、今自分が、まあ、ちょっと賛否両論あるかと思うんですけど、うん、今このプロレス界で一番最強だなと思う人を代表にお願いしますっていうふうに言って、うんはい、で関本選手お願いしますっていうことで、うんうん、頭を下げて頼んだところを、うんまあ、向こうからも代表からも OK が出たので、うん、このカードが組まれました、ね、それ以前にあれだろ、あのファンの頃にそういう会話をしてんだろ、はい、大輔と、はい、らしいんですよ。大日の興行が終わった後に、うんうん、こう売店でこう T シャツを買いに行ったんですけど、ほうほう、その時にそのプロレスラーになりたいんですっていうことを言ったら、うん、あ、じゃあ戦うこともあるかもねっていうふうにさらっと言ってくれて、うん、いやなんか予言したような言葉ですねそれ、うん、まあでもそれ後日あの大輔に聞いたら全く覚えてない。よくある話です。いやでもまさかねその時点で大輔も本当になるとは思ってないと思う、ね、うん、でもまさか本当にレスラーだってこうやって目の前に立つっていうのがあのすごいことなんでね。ですよね、はい、本当に夢ですね。はい、夢です。どんな試合仕掛けたいですか？まあタワーで今のところ勝てる気はそんなにしないので、うん、その分こう気持ちと、うん、あとはしっかりと動いて、うん、技を一つ一つ正確に当てていこうかなと思います、うん、ねえ、万が一ってこともありますよ。そうですね。いやいや万が一って言っちゃいないですね。自分はやっぱりプロレスラーなので、うん、やるからには勝つ気持ちで、もちろんですよね、はい、もちろん行きたいと思います。ねえ、いや楽しみですね。ドキドキしますね。でもそうですね、でも今はちょっと楽しみが勝ってますね、うん、ああそうですか、うん、どうですか高さん、このカード。まあ関本大輔とやって、うん、
あのしょっぱい試合した人間って見たことないんで、これ逆にしょっぱい試合したら大したもんですよなるほど、あの本当名勝負製造機なんで誰とやってもいい試合するんで、はい、本当にカノンが試されるね試合になるんじゃないかなと。いや我々も見てて多分どこまでどうやるんだろうってやっぱり見ちゃいますもんね、どうしても、はい、デビュー2戦目3戦目3戦目が3戦目が3戦目になりますもんね、はい、ねいや楽しみです、はい、頑張ってくださいね。頑張ります。はい、そして、はいはい、メインイベントになるんですか。メインイベントになるはずだった、うん、なんですけど、しかもタイトルマッチになるはずだったなったんですけど、はあ、スターダム選手権の林田ダミー選手が怪我をしてしまって流れてしまったと、はい、これは痛かったですね。小指を骨折ですか。骨折ですね。そうです、小指ですね。これにこぎつけるまでかなりいろんなことがあって、まあ、マイカ自身もスターダムに一人で殴り込み行ってこのタイトルマッチをこぎつけて、やっとこぎつけたのに本人欠場と、これが昨日一昨日だったかなに聞いて、はあ、うわどうしよう今更メインカードでとりあえず払い戻し募集しなきゃってことで払い戻し募集して払い持ちがちらほら出てきて、あさあどうしようと、うん、まあ、とりあえずこれツイッターでこの夢カード4つでメインイベントをどれにするかアンケート取って、はい、まあ、マイカ林田た店がメインイベント選ばれたんですけど、うん、まあ、こうなった以上一回それリセットしなきゃなと、ですよね、その前にまずマイカの相手どうしようということで、うん、まあ、マイカの意見も取り入れつつ、うん、まあ、ちょっとやっぱ名のある選手チャンピオンクラスの選手と当てたいなということで交渉して、はい、今日まさに今日、まさに今日返事もらえたのが、はい、サリーディアナのサリー選手、うん、今あの仙台女子とディアナの2冠王なんですよね、うん、あの若くて、はい、すごい実力のある選手ってことで、まさかの、マイカ対、サリー、はい、サリー選手はもうデビュー相当経ってますね。そうですね、あの若いけどなんかすごいそうです、ね、デビューする距離はありますよね、はい、まあまあ、まあありますよね。いやなんかデビューの頃から見てますけどもう本当に確実に実力を上げてる選手ですね、うん、びっくりしたのはあの戦場の仙台女子の、うん、ギュンってやる人、橋本千尋選手、あ選手ものすごい体じゃないですか。自分あのその選手を見た時こんな選手に勝てるやついないよと思ったら、うん、その選手に勝って、うん、仙台女子のベルト取ってるんですね、このサリー選手は。これはとんでもないものを持ってる人間来たなと、ね、はい、そうそう、ディアナの周りの選手たちに鍛えられてますからね。もうみんな大御所ばかりでした、そこでこれがですね、まあ対戦相手が決まったってことで、うん、まさに今、まあはい、この放送の頃には終わってるかもしれないですけど、また再度アンケートで今決めててですね、はい、メインをどれにするか、うん、で今このカノン対関本大輔とマイカ対サリーで競ってます、はい、競ってる。これがなんかどう今の時点で、うん、カノンがトップなんですよ。なるほど。なんかでも逆転しそうな勢いで、はい、でそこに待ったをかけてるのはなぜか田村さあ自分もアンケート入れてくださいって言ってきたんですけど、残念ながらアンケート機能の4つまでしか選択できなくて、はい、だから除外されたんで、じゃあ除外されちゃった、じゃあ自分でアンケートしますって やるのは勝手だけどそれが反映されるか分かりませんよと。なるほど。まあ話題作りとしてはいいかなと、まあまあ、まあだからこれこのマイカがメインになるか、うん、カノンがメインになるかっていう今勝負をしてるところですね、うん、この放送の頃には出てるかもしれないですけど、いや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 、でもマイカさんもねメインイベントやりたいんじゃないですか。めちゃくちゃやりたいですよ、ねね、本当に。そうそう、やっぱ後楽園ホールでメインできることって、ね、プロレスラーにとって本当に、あ、そう夢ですもんね、はい、まあそういう意味では、まだ1回はメインとして選ばれたのに今回、うん、まあ主要ですよね。そうなんですよ、そうそう、やっぱり立ちたいですね。立ちたいですよね。そうですよね。まあちょっとね林田さんとの試合が流れてしまったので、はい、またこれはお預けで、そうですね、またその次回ね、はい、その対戦できればいいかと思うんですけど、もともとあの私も首怪我しちゃって、うん、練習できなかった時期あったんですよ、でこういうことになって、うんうん、まあ今じゃないのかなってもうプラスに考えて、まあそうですね、でもいつか必ずやりたいとは思ってるんで、まあ、ぜひぜひでまた何か発言するのか、お楽しみで、お楽しみで、はい、なんかこのね、そのサリー選手の試合の後にまたちょっとなんかありそうな感じもしますけどもね。どうでしょうね。ねえ、なんか会場に来てたりして小指だから歩けますでしょそうですね。ねえねえ、そうそう、どうなるか。いやでもある意味この林田宇多美より同等かそれ以上の選手だと思うけどね、サリー選手はその2冠王ってことで、そうですね、ですよね。ベルト2本持ってますからね、はい、でも
これはチャンピオンシップにはならないわけですね。うわ、確かにちょっと無理ですね。このフューチャーオブスターダムっていうのは若手対象のベルトだったんですよ。あ、 なるほど。なのでまあ、あの強化が出たんですけど、さすがにちょっとまだあのデビュー 2,3 戦の小娘に挑戦はさせてもらえないんじゃないかな。でもやりたいとは思ってますよ。あ、まあもちろんですよね、はい、もちろん、もちろんですよね。これで、これでもし、うん、あの勝つことがあれば、うん、その先はあると思うんですよね、うん、当然あの挑戦権が。当然そうですよね、はい、ここで勝てば、はい、それはチャンピオンで、ね、勝っちゃうわけですから。で、まあ、あの個人的な見方ですけど、はい、この4つの夢カードの中で、はい、唯一もしかしてって思わせるのはこのマイカなんですよ。ていうのはデビュー戦であの下田美穂姉さんを腕引きでボキボキってやっちゃったわけですね。あれこそもう大大番狂わせなわけですからね、はいはいはい、あれが本当誰もがびっくりした。いや、そうですよ、試合だったんで、うん、その可能性を秘めてるんですよね、この柔道さんも。はい、まだ無敗です。無敗、はい、まあ、2試合しないですけど、まだ2試合しかしないですけどね無敗、はい、そうです。これは静垣選手に勝ったしね、はい、無敗ですね、はい、こう無敗街道を、ね、続けられるのか、サリー選手に。いや、勝ちますよ、ね、もちろん。あ、もちろんそうですね。その気はめちゃくちゃ強いので、ね、はい、ですよね。どうですか、サリー選手の印象はどう思ってます？そうですね、やっぱでも橋本千尋さん倒しただけあって、やっぱパワーもそれなりにあるでしょうし、うんうんうん、ただでも私は柔道やってるので、はい、まあ、ちょっとした隙狙って、うん、やっぱ関節技とかバンバン、ね、バンバン出していったら、うん、もしかしたらまたタップアウトとか取れたりとかするかもしれないと思いますので、あ、ね、そういうのをイメージしながら、はい、今日本当今日なんですけど、はい、もう今日の練習中にもちょっと思いながらやったりとかして、イメージはちょっとずつつけてってるので、ね、勝つ気は満々です。いやいやいや、もう戦うからには勝たないとねそうなんですよ、ね、そうですよね、はい、だって柔道やってる時の負けるの本当に悔しいですもんね、はい、うん、勝たないと。いや、勝ちます、ね、そうそう、頑張ります。これはね、世界柔道見たんですよ。あ、そう、うん、ありましたね。ありました、はい、柔道すごいですね。日本人選手強いんで。強い、はい、そう、強い。結構友達とかも知り合いとか出てたので。あ、そうですか。刺激にはなりましたね。ですよね、はい、いや、あのスリルがある、この柔道ね、一本ね、まあ、そんな感じでちょっと、はい、サリー選手をバーンとね。そうですね、お見せしたいですね。はい、ということで楽しみにしてください、はい、ありがとうございます。はい、ということでちょっと次行きましょうか。はい、はい、あ、じゃあちょっとね、あのチケットの話しておきましょう、はい、今回もチケットはあれですか、あの、はい、お願いしたら郵送で送っていただくのか。プレガイドとファンクラブのみですね、うん、はいはい。で、取り置きはなし。取り置き今日やってませんね。なしですよね、はいはい、で、お金を振り込んだら郵送で、はい、チケットが送られてくるという、まあ、それファンクラブに入らないとそれもできないんで。あ、できない、はい、あとはプレガイド、あのチケットピアローソンチケット、あとゴラメホールの方で。なるほど、販売してます。はい、はい、で、スーパーシートが1列目ですね、1列目ですね、はい、7000円と、はい、でリングサイドが2列目から4列目で5000円、はい、この両方はもうほぼないですね。お、素晴らしい、はい、そして指定ですね、はい、指定席は4000円、はい、東西のひな壇ですか。東西南のひな壇、これはあのーうん、売るほど残ってますね。 はい、うん、はい、そして、18歳以下はい、の指定ですね。これはもう当日のみ で、 のみで1000円、はい、ということになりますね。以下はもうファンクラブ限定なんで、はい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 、すごいですね。はい、ということでもう一度ご紹介を申し上げます。9月24日火曜日、後楽園ホールです。会場が17時30分、そして開始が18時30分ということです。夢ですね、夢、今回のテーマは夢です。もう夢の実現がね、このカードでもすでに夢は実現していますけど、はい、さらに勝ってね、ジャスタント選手がさらに勝って、ね、夢をね、さらに超えていただけるとね、はい、面白い大会になるんじゃないかなというふうに思います。はい、はい、そしてはい、次回大会以降、はい、どんな予定でございますでしょうか。はい、この夢の後にですね、はい、11月までない予定だったんですけど、あ、まあ、あのマイカの方からですね、もっと実戦経験を積みたいということで、そうだね、ただまあ、後楽園ホール中心でやるって言ってる以上、うん、そこから例えば新宿区とか新木場とか、うんうん、あんま考えたくなかったんですけど、うんうん、まあ、強い要望で、はいはい、女子3人が中心となった、うんうん、ジャストタップアウトガールズっていうのが、ね、ジャストタップアウトガールズ、はい、それが10月の10日、はい、木曜日だったかな、はい、新木場で、新木場、マイカと稲葉友香とリズムしかいないんで、はあ、どう頑張っても3試合しかできないんですよ、あの予想の選手借りたとしても、はい、その3試合で勝負するっていうんですよ。3試合で勝負、たったの3試合プラスアルファ何かを考えてるっていうんですけど、それで勝負するっていうんで、あえてそこ新木場でちょっとやってみようかなと。まあこれはでもすごいいろいろ
課題を与えて、はい、これクリアできなかったらもう今回1回限りで終わると。はい、あのまあ当然興行なんで、はい、赤字出すのはもう問題外ですよね。そうですよね、やっぱりね、黒字プラスアルファで継続、はい、それができなかったら、達成できなかったら1回限りになるという興行が10月10日、はい、木曜日新木場ファーストリングでやります、はい、でその後が11月が、はい、初めてのツアーですね、はい、地方11月8日金曜日に名古屋、名古屋で11月10日日曜日に大阪大会が決定で、11月14日、木曜日が年内最終後楽園ホール、後楽園オン、大会名オンです。オン、はい、オンっていうのは ON のオンですか。オン、恩返し、恩返し、恩返し、はい、恩返し、ここもなんとなくもうやろうとしてるものが見えてきてるんで、はいはい、ここはもしかしたら爆発的な大会になるんじゃないか、なったらいいなって感じです、はい、恩というのは恩返しをする。そうですね、はい、恩返しのカードが組まれる。まあそうだと思いたいですね思いたい、思いたい、はい、恩返し恩返し、はい、恩返し、いや、やられることで恩返しですか、ね、いやいやいや、まだまだですね、ねえ、はい、はい、ということで、はい、まあタカさんは選手としてこれからどんな感じですかね。いやもうこのやっぱジャストタップアウトに骨を詰めようと思ってるんで、うん、この団体を自分のやり方で、うん、真のプロフェッショナル団体にして、うん、後楽園中心にやっていって、うん、3年後、うん、タップアウトの3周年、はい、並びに高見氏の30周年は、うん、でかい舞台に行こうと。あ、でかい舞台、はい、そのために今、まあ、コツコツとやれることをやっていくしかないかなと。 でかい舞台というのは、はい、両国国技館。まあそれはちょっとまだ何とも言えないですけど、はい、夢の舞台に行きたいなと思ってます、はい、なんかジャストタップアウトそのものが夢を体現する舞台な感じしますね、はい、まあそうですね、うん、やっぱりプロレスラーになりたい人間の夢を叶えて、うん、さらにそこから先の夢をどんどんクリアしていって、うん、で恩返ししたりとか、うん、でこの9月は毎年夢っていうテーマにしたいんですよ。なるほど、で 毎大会漢字一文字で表現しようかなと思って、うん、で来年も実はもうほぼ決まってて、漢字一文字で後楽園大会中心にやっていこうと思ってます、はい、それは近々の日程は発表できると思いますけど、はい、あ、もうじゃあ来年度というか来年のスケジュールも、はい、おおむね、はい、なので多分次回のこの11月大会の、うん、はい、告知の時の収録時に、はい、もう来年の話できる、ある程度言えると、展望を言えると思います。はい、後楽園大会増えそうですか。もちろんそうしないと意味ないと思う。 あ、はい、あくまでも後楽園中心なんで我々は。ですよね、はい、いやーすごいな。ところで高さん、鈴木君、はい、話変わるんですけど、鈴木君どうですか今。鈴木君なんかあまりですね、なんか鈴木君なんかあまり新日本プロレスであまり見なくなってきたんですけど、鈴木君はあるんじゃないですか。いや、なんかあるようです、うん、鈴木君はあるけど、うん、鈴木君自体存在してるはずですよ。あ、鈴木さん出てますね、はい、最近全然そっちの見てないんでもう分からないですけど、はい、鈴木君自体はあるんで安心してください。あ、なるほど。で、時に高さんまた合流する感じかな。いや、それは誰も分かりません。誰も分かりません、ね、はい、まあ、またテレビのブランカンって言い方が古いか、昭和っすね、昭和っすねテレビの画面にね、タカさん出てくることちょっと祈っておりますけれども、いや、タップアウトで、うん、ブランカンに出れるようしますブランカンに出れる日がね、タップアウトだね、はい、はい、ということでありがとうございました、はい、で最後にじゃあもうここはもう最後に、ね、一言ずついただいて終わりにしましょう、はい、じゃあカノンさんからいきましょうか、はい、はい、じゃあもう意気込みをぜひお願いします。9月24日、うん、関本大輔選手にどこまでやれるのか、うん、自分がどこまでやれるのかを、うん、ぜひ会場で見に来てほしいです、うん、そこは勝ちますって言ってほしかったはい、どうぞはい、じゃあありがとうございます、はい、じゃあマイクさん、はい、私はサリー選手と後楽園ホールのメインで、うん、おメインで戦って、うん、勝ちたいと思います、ね、そして次にベルトをかけて戦いたいなっていうイメージもあるので、はい、必ず勝ちます。はい、頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちなみに、そう、サリー選手に勝ったら、はい、一旦その林田選手との戦いはもっと先になりますね。そう、タイトルマッチがね、来ますもんね。ですね、宇多美さんのその怪我具合にもよるんですけど、うん、やっぱりベルトはこんなベルト欲しいじゃないですか、ね、こういうこと言わないんですか、はい、小指ぐらいで欠場してんじゃねえとか
いや内心思ってると思いますね。そうですね。こういうことで成長してるじゃん。言わないですか。いやそうですね。人参なんだから謙虚に言いなさい。骨折なので。うん、やっぱり大事、大事です。あ、大事ですか。怪我のケアは大事なので。そうそう、はい。はい、ということで高さんお願いします。はい、まあ毎度同じこと言ってますけど、まああのジャストアパート毎大会あの勝負だと思ってるんで、うん、で今回のテーマ夢を皆さんにも見ていただけるように、はい、そして次回大会にオンにつながるものになると思うので、はい、あの見逃せない大会だと思いますのでね、ちょっとでも興味持ってもらった方は。会場に足を運んでもらえたらと思います。はい、絶対そうはさせません。はい、ありがとうございます。はい、はい、ということで、9月の24日火曜日です。はい、ね、後楽園ホール、はい、会場17時30分、そして開始が18時30分でございます。はい、ぜひ皆さん、後楽園ホールに足を運んでください。よろしくお願いします。ということで、今日はありがとうございました。ありがとうございました。プロサイスキー、大集合。サブミッション。